いない。そんな必要も資格もない。どうしても。大したことじゃないよ。なんだ、俺に気でもあるのか？お前案外大胆なやつだな。わかってるよ。仮にそうだったとしても、年上が気になるのは興味と憧れが大半なんだ。そんなのいちいち相手にしてられない。俺は忙しいからな。さてと、もう健康診断も終わったし、お前は帰る。どうしたんだ？今日のお前は変だな。らしくないぞ。健康診断終わったか？さっき弓道部の部長が探してたぞ。道場の鍵持ってないか？やっぱりな。早く言ってやれよ。困ってるみたいだったぞ。眉間にシワが寄ってた。それじゃ、俺は確かに伝えたからな。後片付けは俺一人で大丈夫だから、早く行ってやれよ。お前がいないと困るだろ。あいつは大丈夫だ。部活よりこっちの仕事を優先させる必要はない。それに、部活仲間やクラスメイト、それから、幼馴染は大切にしろ。失ったからじゃ、何もかも手遅れになるからな。
おう。ねえ、そこのあなた。小太郎、いや、星月先生は知っているかな。そう、それとも今日は土曜日だから学園にはいないのかしら。そんなわけないわよね。こんなことになるなら電話しておけばよかったわ。よかった、いるのね。保健室ってどこにあるんだっけ。この学園広くてなかなか場所が覚えられないのよ。あら、本当？親切にどうもありがとう。足止めしてごめんなさいね。それじゃ、失礼するわ。今日のホームルームは文化祭について話し合うぞ。帰りたいなんて苦情は受け付けないからな。なおちゃん先生の応募だ。なおちゃんの独裁政治だ。断固反逆するぞ。ほら、静かにしてたら早く終わるんだから、おとなしくしよう。そんなこと言われたら意地でもおとなしくするか。そうだそうだ。早く帰れるって言っているのに。なバカな、お前ら。春樹先生、いつも通り遊ばれてますね。僕はその様子を傍観させていただきます。水島もなんとか言ってくれよ。なんとか。水島最高！なおちゃんに味方はいないのだ。くそー！お前は俺の味方だよな。違います。
そうだったのか。俺に味方はいないのか。学士、彼らと遊んでいる暇があったら先に進めてもらえませんか。そうだったな。俺としたことがついムキに。直しはすぐムキになるからな。ま、そこが直し先生のいいところだろ。そうだな。僕、直ちゃん先生以外の先生は嫌かも。お前ら泣かせるじゃねえか。扱いやすいっていう意味でだよね。間違いねえわ。イクちゃん最高。あとからかいやすいって意味でも。そうだな。お前ら俺の涙を返せ。今すぐ返せ。返せるわけないじゃないですか。それより、そうだったな。この性格直したいぜ。直しなだけに性格直したい。うまい。座布団一枚。それ受ける。むしむし。それじゃあ気を取り直して始めるぞ。今日はクラス展示を何にするか決めるからな。待ってました。おー、またこの季節がやってきたか。おい、俺の話まだ終わってねっつの。今年の文化祭は10月の10、11日だ。他のクラスは天体観測会を開いたり、星座占いカフェだとか、あとはプラネタリウムなんていう星月学園らしい展示にしてるそうだ。天測会にプラネタリウム、普段の授業と変わり映えしませんね。なんだ、他に何かいい案でもあるのか。別にないです。そもそも興味もないですから。一言みたいに言うな。一年に一度の祭りなんだぞ。もっと血湧き肉踊ってみせろ。めちゃくちゃな命令しないでください。だいたい生徒のための祭りなのに、春樹先生の方が盛り上がってません。直江先生はいつもこんな感じだよな。そうそう、この僕でさえ直ちゃん先生にはかなわないよ。担任ってのはな、率先して盛り上げてこそなんだよ。そうだよなお前ら。確かに直しはお祭り番長だもんな。よっ、清月学園のお祭り男。しゃあ、エンジンかかってきたぞ。お前ら盛り上がっていこうな。おお。はあ、このノリにいつまで耐えられるか。勝手に盛り上がるのは結構ですが、出し物をさっさと決めませんか。それもそうだな。お前ら、出し物のアイデアガンガン出してこい。ああ、うちのクラスの展示ならもう決まってるよ。はやっ、俺いらねえじゃん。んで、何に決まったんだ。星にまつわる料理を出す喫茶店です。うちのクラスには頼れるシェフがいますから。
おいおいお前ら、盗賊にばっかり仕事をしつける気じゃないだろうな。他力本願でどうするんだ。だって鈴や目当てで来る他校の女の子いっぱいいるし、だいぶ無難な線だと思うんだけど。で、俺らはおこぼれを頂戴すると。女の子の調達まで他力本願？まったく君たちは情けないね。あれ？もしかしてやきもちかな？安心して、僕は調達する気はないよ。僕には君がいるからね。水島先生の大胆発言？こいつの言う通りだぞ。喫茶店もいいが、クラス全体が一丸となるものにしないとな。ならコスプレも追加しようぜ。お、それ面白そう。コスプレだい。お前らがコスプレ？面白そうだな。何の格好するんだ？ヒーローものに戦隊もの、キャラクターもの。いいな、いいな。春樹先生、一人で盛り上がっちゃってるよ。そんなコスプレ、俺たちに得はない。誰に対する嫌がらせだ。間違いない。誰も見たくない。春樹先生は発想が子供ですね。コスプレと言ったらメイドに決まってるじゃないですか。メイド？女装か。それ最近流行ってるのか？なおし、そんなわけないだろ。それに俺たちも女装なんかしたくないよ。じゃあ誰がメイド役をするんだ？それはもちろん君しかいないよね。お前がコスプレか。悪くないな。いや、それはまずいな。君のメイド姿をやすやすと他の男に見せたくないな。高校生のガキどもにはもったいない。ということで、春樹先生、メイドのコスプレしてください。理屈だ。なんで俺がメイドの格好をしなくちゃいけないんだ。ほら、身長的にも体格的にもうってつけだと僕は思うのですが、何か間違ったこと言いましたか？僕、なおちゃん先生、クラスのために一肌脱いろけ。バカ言うな。勝手に盛り上がるな。俺は教師だぞ。コスプレなんかしたら一生からかわれることに。嫌だ。うちの姫もこう言ってますし、ここは大人の余裕見せちゃいましょうよ。見せねえよ。たく、なんで俺なんだよ。あ、水島のコスプレが見たいやつ手を挙げろ。春樹先生、子供っぽい足の引っ張り合いはやめてください。だいたいこんな図体で女装したらシャレになりませんよ。うちの姫もこう言ってますし、ここは一つダブル女装ってことで。まとめるな。
なんで僕まで。まったく、このクラスはいつも騒々しいな。ああ、小太郎先生、こいつらが言うことを聞かなくて。小太郎先生からも何とか言ってくれよ。お前ら、適当に聞いてやれよ。はーい。小太郎先生、思いっきし適当に言ってるじゃないか。適度に言ったんだ。それより、直し、忘れもんだ。出席簿を忘れるってどういうことだよ。ああ、そういや、さっきからないなと思ってたんだよ。頼むぜ。んじゃ、俺は行くぞ。待ってくださいよ、押月先生。イク、何ニヤニヤしてるんだ。俺には悪魔の微笑みに見えるのは気のせいか。さて、どうでしょうね。みんな、星月先生のコスプレも見たいよね。見たい見たい。はあ？コスプレ？一体何の話だ？うちのクラス、喫茶店やることになって、コスプレしたらどうかってことになったんだ。俺と水島が。見たくないな。なんで直しと行くなんだよ。こいつがいるだろう。それは残念だな。まあ、俺は別にやってもいいけど。うおー、ここでダークホース登場です。教師陣の中で美しく見目麗しい星月先生のコスプレか。それはそれで見ものだな。乗ったよ、小太郎先生。しかも意外に乗り気で快諾でしたね。そうだね。ま、うちの展示物が面白くなりそうなのは間違いない。で、肝心の衣装は誰が作るんだ？衣装係は彼女で決まりでしょう。僕の趣味。あ、俺も賛成。女の子のセンスなら安心だろうし。それもそうだな。企画が企画だけに、ここはお前にお願いしよう。つうわけで衣装係決定な。貧乏くじ引いたな。それだけは勘弁してくれ。それじゃあ俺は行くぞ。小太郎先生、ありがとな。あとコスプレよろしく。わかってるよ、じゃあな。よっしゃ、やるからにはうちのクラスが一番盛り上がるように頑張るぞ。
お前ら全員、今日から気合い入れて準備しろよ。おー、何なんだこの熱血クラスは。今年こそは絶対に彼女と歩くぞ。それは彼女作ってから言えよ。それを言っちゃおしまいだろう。よ、先生の衣装決まったか？星月先生は和服が似合いそうじゃないか？いくちゃん先生はメイドか。執事の方向もありだな。直しは女子高生にしてやれ。絶対笑える。それか制服系とか。これも捨てがたいな。それで何にしたの？だろ、時代劇っぽくていいな。今から楽しみだぜ。頑張れよ。どうしたんだ？俺に言おうか？材料の調達か。なら、ネットで探してみるか。当然、可愛い生徒の相談に乗らない教師がいるか。んじゃ、
ここじゃ落ち着かないから保健室に行くか。小太郎先生、保健室のパソコン借りるぞ。あれ、いねえな。お前、相当小太郎先生の生態掴んできてるな。そろそろ小太郎先生の取扱説明書が作れるんじゃないか。小太郎先生は自由気ままだからな。俺は小太郎先生の底が好きなんだけど。さてと、パソコンは。だよな。どう見たって埋もれてるよな。せっかく俺がカスタマイズしてやったのに、小太郎先生全然使ってないみたいだな。大したことじゃないぞ。よし、ネットつながった。まず何から調べる？これか。てか、お前どうしてそんなに離れて立ってんだ。もっとこっちに来いよ。画面が見えないだろう。どの記事だっけ？おお、これか。お、聞いてるか？したんだ。お前顔が赤いぞ。よし、これで注文完了。注文した材料は今週中に届くってさ。これで衣装作りもうまくいきそうだな。どうした？お前声が上ずってるぞ。
すまん全然気づかなかった。俺、パソコンに夢中で、その、とにかく、ごめん。決してやましい気持ちはないぞ。生徒相手に、そんな、で、これ以上言うと、言い訳っぽいな。ごほん。落ち着け、俺。なんか喉乾いたぞ。な、お前もだろ。